橋です。こんにちは。こんにちは。チャンネルティーオリです。今日も24ベンタスです。もういいかな最終話ぐらいか。もう最終、まあ最終話はフルスペックになると思うんですけど、まあそれは発売後になると思います。ちょっと詰めて動画の方撮った、今日4本撮りかな。そうですね、はい、頑張ってます今日はね、典型対決ということで、はい、G430 典型と QITMAX 完成モーメント1万超えの対決を24ベンタスでやっていきたいと思います。ただ QITMAX の方がロフト 10.5 しかないんで、その辺はちょっとニュアンス変わるかもしれないですけど、ご了承ください。じゃあもう早速打っていきますか、はい、QITMAX G430 どっちからいきますか、はい、G430 典型から、はい、行きたいと思います。打ったことある？ないです良くなってるって聞きました。なんかフェース変わったって聞いたけどな。マックスじゃないですか。 LST は前の430からカーボンだったじゃないですか、うん、ここが、ここもカーボンになってるんですね。あ、そうなんや、はい、前はチタンだったと思う。それでカーボンコンポジット。でもめっちゃ顔が大きく見える。大きい。大きいよな。何なになに、なんかこうへん。どういうこと？ヘッドが変えらんとか。変えらんとか。まっすぐとか。まっすぐにしか行かへん。わかる。それがやっぱり無理ですもんね。典型。だスイングの パターン言ったら合う合わへんあると思うんで。ありますよね、やっぱ開きたい人、うんうん、でもこれが動かんから、もういかに早く振るかだけなんですって。あ、そういうこと。テクニックいらんから、テクノロジーでカバーするから、あとは早く振るだけらしい、うん、それが一番難しい。新しい、それ一番難しい。早く振るだけが難しい。非常に難しいな。わー、しなり方がむちゃくちゃいいよ。ああ、そうなん。やっぱピンはちょっと後ろ目というか重心が、うん、だからよく動く気がする。あー、確かに、そりゃそうだ。 44.5 で振れたらどう。良さそうな音したけど、低いのか。左やな。まあ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 ね、1球目なんで、はい、はい、3球基本になってきちゃった。そうね、今日まあ4本取り目やから、もう何球目ぐらい、30何球目みたいな。めっちゃ打ってますよねめっちゃ打ってんなそろそろね、もうあったまってきたあったまってこうなってますよピーク過ぎた。5時ぐらいから撮影入ったかな。はい、今何時ですか。7時半です。え？めっちゃ撮影しました。2時間半ドライバー打ってるんですか。つばめ返し。つばめ返し。曲がらへんやん。どんなミスしてんのと思ったけど。マジで曲がる。確かにそのサイドスピン的なことで言うと少ないかもしれんな。はい、まあ、まあうまいこと打ててはないけど僕にあってはないけど、マジで曲がんないです。ピンってほんとこういうの作らせたらうまいですもんね。3球目やな行ってんな。ただ曲がってないけど、ほんまに、はい、なんか全然上がってない。これマジで組み合わせ完璧やと思う。そうなの、うん、なんか球が一致してないのかよくわからないけど、いやシンプルに技術不足やと思う。しなり方と球の曲がらん具合はやばい。もともとピンが好きなので僕は。確かにね、うん、なのでこのしなり方はすごい好きです。いろいろ打ったやん。はい、どのヘッドにこの24ベンタスのこのヘッドが一番、いや、しなり方的に似てるのどれやったん。これしなり方な組み合わせです。シャフトの組み合わせとしてあれかもしれない。
QI10 ノーマル。ノーマル。はい。まあ、ええんやろな、相性が。うん。よりもうちょっとこの、粘る感じで、球を押す感じ。ピン球を押すもんな。もしはすり寄ってくるのか。怪しい。なんか毎回レオンの粘ると私の粘るの差なんか表現が変わっちゃうからじゃあ私もピン同じスペックで打っていきます、はい、いやそれヘッドスピードちゃうから感じ方は絶対違うと思うんで、それぞれなんか重くなった、すごい重いと思う。重いな。重いんや、はい、ヘッドが。ヘッドが重いと思う。ヘッドが重くて総重量がなんか3機種というかテイラーとキャロウェイより一番あります。うん、そのヘッド重量が重いとさ、どこに当たってもブレへんやん。うん、確かに。だから MOI が高くなっているのって。あ、そういうこと。そういうこと。へえ。で、後ろやったらなおさら。でもなんかそれパワーないと振れへんくない？いけるんかな。確かにな。打ってみますわほんまに重いかは後で確認しようか。怖。お。上がらなかったよ。ほら。なんか。小池一番。早い。ほら。あら。これで飛ばんかったらもう無理や。まっすぐ。あー無理や。まあ。めっちゃ当たった感じしたけど。低スピン。まあ曲がってないっていうのが。そうですね。うん。まあなんか曲がりはしないけど、私は総重量が上がった分、上がってるか分かんないですけど、うんうん、上がって感じた分、なんかシャフトもちょっと硬く。あ、そうな、はい、しならなくなっちゃいました。逆にな、はい、ヘッド重いとしなるんやけどな、うん、なんか総重量が上がった感じがします。バランスとか、まあ、ハードになったっていう意味かな、うんうん、はい、結局はほんまか分からんけど、そうだよ、ヘッドしか変えてないんやから、そうそうやね、だからほんまか分からへんけどというのをつけときました。ヘッドも変わってるか分かりません、はっきり言うて。じゃあちょっと QI10MAX を改めてね、はい、曲がらん具合で言うと最高かもしれんな、これ。これ最高です。典型。はい、QI10MAX もいいよ。ヘッドガサンかい。いやー、答え合わせ重いっす。やっぱりな。やっぱりな。いや、相当重いんじゃない。ネジがピョーン飛んでたんですけど、ネジ抜き、スリーブ抜きで 197.5。 ネジやったら 3g って言ったっけ。ネジ 3g ぐらいと思う。じゃあ200。200でスリーブ入れたら206とか567ぐらい。相当重いですこれ、うん、よかったって言って。相当です。 QI10MAX で打っていきます。これ 10.5 度なのでちょっとスピンも高さも出ちゃうと思うんですけど、うん、ちょっとこっちをね、はい、曲がり具合を、そうね、曲がり具合、典型の良さを引き出すんは、引き出す、え、どっち、え、ど、え、どっちが相性ええかという話なんで、はい、24ベンタスが曲がらない度合いと、振り心地と、そうそうそう、うん、おー曲がらへん。飛ばへん。まあ、10.5 度なんでちょっとスピンがな。あ、全然触れてへん。うわー、でも綺麗な球やで。そうですよね、うん、いい感じに曲がってないよ、これも。ちょっとじゃあこれは3球打ちます。おお。いや、さっき3球打っても1球も曲がらんかったから。ああ、なるほどね、はい、やったらいいけど。さっきは結構振っても振っても曲がらなかったんで、うん、ちょっとさっきヘッドスピード出んかったし、まあ飛ぶんはもうどっちでもいいんで、はい、もう飛ばん方がね、はい、振っても曲がらん方が、もう10.5やし、はい、
自分の中でも振ったつもりやけど曲がるわ、うん、さっきのピンの方が安定はしそう。うん、確かに。ああ、もうちょっと曲がってんな。はい、ちょっとどころちゃうか。38ヤードやったらちょっと OB まで行きそうな。じゃあラスト、ラストいきます。ズバッと結果はもうピンで決まったけど。そうですね、現状。あら、右ですね。ピンの方が曲がんないですね。不思議やな、右飛んでんのが不思議やな。これもでもそんなに、ああ、曲がってるか。26ヤードなので、右ラフだと思います。まあそうやな、ちょっと相性レオン君には良くないかもしれない、ね。うん、なんかしなり心地もやっぱりピンの方が良かった気がします。あ、ほんま。はい、じゃあ申し合うかもね。そうですね、はい。はい、私も Q 相手マックスで同じスペック打っていきます。はい、僕も 10.5 です。はい、もしや 10.5 の方が良さそうやな。そうですね、センタス使うときは。おお、一発で決めるかもしれん。おお、曲がらゴでも、いい当たりやったらいいかな。いきますか。はい、いきます。はい、曲がってない。おお、好きなのこの組み合わせ。こちらが好き。曲がらへん。まっすぐ。左にちょっと出たけど、まっすぐ。好きやで、この組み合わせの方が。距離もほぼ一緒や。距離 0.3 ヤードです。すごっ。じゃあもう一球打ちましょうか。2サイドスピン。うわぁ。61や。確かに。で飛んでないって感じですけども、私は振り心地は、でもさっきのが重くなりすぎちゃったから、比較対象がちょっとそうやな。あれですけど、こっちの方が私は出る感じ。シャフトのしなり感も。もうこっちの方が。多分さっきのが。いや、これも重いね。重い。まあ重いけど、なんやろ。ヘッド重量そんなに大きく変わるね。200超えるもん、これ。あ、そうな。はい、こっちも重いんや。はい、そっか、うん、何やろ。でもなんかメンタルです。あれ、でもなんかピンはそのほんまに 60S 打ってるんかなぐらいの硬さに感じちゃったんですけど、うん、これはちゃんと真ん中がしなってる感じが多かったので振りやすかったです。難しいな。僕は圧倒的にピンやったんや。あ、でもそのピンは曲がる感じはない。そうやろ。うん、でもこれ全然曲がってないな。なんか私は技術ありますから。違う違う、だからすごい差やったり、なんかまた規格が変わってしまうけど、うん、あのピンでもうちょっと軽く感じて触れる。なるほどな、はい、シャフト、それはやっぱシャフト変えていかなあかんかもしれんな、はい、探したいなと思いました。しかもまあ 10.5 があったら最高かもしれんね、あれのね、はい、いかがだったでしょうか。なんか参考になればね、はい、いいと思います。この動画が良かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。24ベンタス予約始まってますので、皆さんぜひご予約お願いします。ありがとうございました。